上田市には現在、国指定文化財のほか、長野県や上田市の指定を受けたものなど、たくさんの文化財があります。これらの貴重な宝を未来に伝えていくために、上田市教育委員会では大切に保存していくよう努めています。また、多くの皆さんに知っていただくために、広報上田、上田市公式ホームページに掲載してお知らせしています。このコーナーでは、行政チャンネルをご覧の皆様にも、国宝・重要文化財や長野県指定文化財を映像と合わせてご紹介してまいります。今回は長野県宝鳥羽山洞窟出土品についてご紹介いたします。与田川と竹志川の合流点付近は急流で、水を跳ね上げた川面の様子がたくさんの魚が水しぶきを上げているように見えることから、飛び魚と呼ばれる景勝地となっています。川の東側には鳥羽山の断崖が迫り、ここに幅約25メートル、奥行き約15メートルの洞窟があります。鳥羽山洞窟と呼ばれるこの大きな横穴からは、古墳時代の人骨や焼き物、動物の骨で作った道具などがたくさん見つかっています。どうやらこの洞窟は当時お墓として使われていたようです。しかも日本列島ではあまり例がない爆葬の跡でした。爆葬とは、亡くなった人の亡骸を焼いたり土に埋めたりせず、洞窟の中に安置しておき、自然に骨だけを残すという方法です。他にあまり例がない墓の跡であることから、鳥羽山洞窟遺跡は国の史跡に指定されています。発掘調査は昭和42年から43年にかけて行われ、当時の丸子実行の生徒さんたちも参加されました。調査の結果、今から約1600年前の焼き物をはじめ、鉄の矢尻、剣、馬具、石や銅の腕輪、ガラス玉など壮麗の品や副葬品と考えられるものがたくさん出土しました。鳥羽山洞窟から出土した品物が展示されている、丸子郷土博物館に来ています。こちらご覧ください。このケースの中に展示してあるものが鳥羽山洞窟から出土したものです。たくさん、出土しています。焼き物であるとか、あるいは、鉄の刀、それから、骨で作った道具などたくさんのものがあるんですが、中でも 2,3 点、特徴的なものをこれからご紹介いたします。まずこちらをご覧ください。二重破層というふうに、札がついてますけれども、破層というのはもともとお酒とか、あるいは液体をですね、注ぐための道具だというふうに考えられています。二重破層という名前がついておりますが、こちらの、方にですね、普通の、まあ普通のっていうのはあれなんですけど、破層があります。両方とも、見比べていただくと、分かるかと思うんですが、こちらの二重破層と呼ばれているものは、カゴのように透かしが入ってまして、中にもう一つこちらに見えているような容器が中に収まっているというようなもので、そのために二重破層というような名前がついているものです。教科書でも出てくる名前かと思うんですが、須恵器と呼ばれる、日本では一番最初の陶器という分類にあたる焼き物になります。ですので、のぼり窯というとても高温になる窯の中で焼いた焼き物だと思われるんですが、日本国内の窯跡からはこういった二重破層というものは今まで見つかっていません。どうもそういったことから考えると、大陸あるいは朝鮮半島の方からですね、日本列島に伝わってきたものが
この与田久保の地まで運ばれてきたのではないかというふうに考えられています。それからもう一つ、こちらも同じように須恵記なんですけれども、今私たちが使っているコーヒーカップ、あるいはあのスープを飲むために使うようなカップに非常によく似ているものですけれども、なかなかこういった形の容器も遺跡からは出てくることはありません。とても珍しい形をしています。おそらくこれも大陸あるいは朝鮮半島から渡ってきたものだと思うんですが、今ご紹介したこの2つの焼き物、これがですね、もしあの日本国内で作られたものでないということが分かれば、この鳥羽山洞窟に葬られた人たちの、出地新地だとか、あるいはどのような仕事をしていた人たちなのかというようなところが、推定される上でとても貴重な材料になるのではないかというふうに考えています。それからもう一つ、たくさん出土品はあるんですけれども、もう一つ面白いというか、なかなか他では見ることができないと思うんですけれども、そういったものがありますのでご紹介します。こちらにですね、鹿の角で作った鳴かぶらというものがございます。これはどういうふうに使ったものなのかということなんですが、弓矢の矢のところに取り付けて、笛のように音を鳴らせたものだというふうに考えられています。普通笛といえば私たちが口で吹いて音を鳴らすものなんですが、弓矢のところにつけて弓矢が飛んでいくときにそのピューっていうような音を鳴らせるためにつけたものだというふうに考えられています。おそらくあの戦いの合図だとか、あるいはあの遠くの人に何かを知らせるというような場合にこういったものが使われたのではないかと思うんですが、鹿の角で作られていてとても軽いものです。鹿の角で作られているということもあってなかなか遺跡から出土することがない、遺物なんですけれども、鳥羽山洞窟からはこういった、ちょっと珍しい出土品も出ています。全体的に出土品を見てみると、普通古墳って呼ばれる、皆さんのお宅の近くにももしかしたらあるかもしれないんですが、小さなあの、丘というか小高いこうちょっとした土の、山のところにお墓が作られている場合があります。そういったところから出るものと、同じようなものが多いんですけれども、今ご紹介したような、ちょっと、普通の古墳に葬られている人たちとは違うものが見られるというのがこの鳥羽山洞窟の特徴でもあります。遺跡自体は国の史跡に指定されていますけれども、この出土品全部がまとめて長野県の宝、長野県宝という指定を受けております。上田市、特に丸子地域がどうやって、人が住み着いて、文化が形成されていったのかっていうようなことがよくわかる資料だと思います。丸子地域が誇る、とても素晴らしい出土品だというふうに、皆さんももし、お知り合いの方とかにご紹介していただく場合には、自慢をしていただいてもいいんじゃないかというふうに考えています。これまでご紹介した出土品は丸子郷土博物館に展示しておりますので、ぜひご覧ください。ここまで鳥羽山洞窟出土品についてご紹介してまいりました。上田市内にはこの他にもたくさんの文化財が残されており、皆さんのお住まいの地域でも身近に文化財に触れていただくことができます。ぜひ足を運んでいただき、歴史と文化を感じてみてはいかがでしょうか。